はいどうもー、ワポンプッシュでーす。今日の企画はドッキリ狂ってプライドキリー。まずハゲの方に電話していきたいと思います。まあ電話の内容は、今日ジュンさんドッキリ仕掛けてるから気をつけろよと、ジュンさんにも同じような内容で電話していきたいと思います。じゃあ早速電話していきたいと思います。じゃあもしもし。はいよー。お疲れ様です。ういーす。あ、今日撮影するって言ってたじゃないですか。うん。なんかジュンさんドッキリ仕掛けるって言ってましたね。ドッキリっていうか、なんか仕掛けるらしいです今日先輩に。なんで？あ、わかんないですけど、どういう内容とかも全然わかんないんですけど、ああなんかそういうことすっからみたいな言わったっけっすね。そうだね。はい。あれ俺？なんでだっすよ。てなんでお前こんなこと俺さ言うの？いや最近ちょっとずーっとドッキリかかってかわいそうだなと思って。優しいな。ちょ、前もって言っとくっすけど。優しいな、お前。何すっかわかんねえの、俺さ。まだわかんねえっすね。怖いんだけどね。はぁ。じゃあ、順何時に。まあ、こういう感じで伝えたんで、まあ、次に順さんに伝えていきたいと思います。なんだっつ立ってんの？何？何立ってんだっつ。座れ。なんで？立ってんだ。座ります。座ってるぞ。いや座れって。ちょっとお前なんか後ろ右回りする。なんで？後ろなんかあっけずに。まずじゃあお前が右回りしろ。あ、右回りズボン。あ、右回りズボン。なんでねこれ。お前のやつ、後ろさんかお前、さっきちらっと見えなかったな、なんか。何か。もっこりしてた。もっこりした。いいぞ、こんなやつ。やめろって。いや、すごいです。いや、なんでそこの走路してんのんじゃ。そう、俺の席だから座んねで。お前おかしいよね、なんか。いつもこっち座んじゃん。なんでそっち座んの？うん、こっちは？うん。こっちはこいって。こっち座った方がいいの？うん。これ来たわ。何が？普段そんなこと言わないもん。え、言うがな。なんかするつもりだよ。じゃあいつもだとお前来たらこっち座んの、こうやって。いいぜ、言えっちゃもう。あ？めんどくさい、お前。いや、こっちのセリフ。めんどくさい。何扉開けたの？タバコ吸うんだ？お前マジでやめろよ、行けさ。首挟まってるぞ、お前。うっさいわ、本当にしょ。何したの、お前。来んだろ、お前。マジでやめろよ。あげんな、冷蔵庫。あげんな。これ、レモン何やろ、レモン。何レモン何これ。料理で使うんだ。料理しねえで、お前。すっから。いや、普段しねえ、お前、レモン。レモン使って料理なんかしねえもん、お前。やっから。触んなぞ、お前、そのレモンそれは。どこで買ったらいいじゃん、これも。あ？どこで買ったの？スーパー。覚えてねえで。
いや覚えてる、オーバン。オーバンか、山沢。俺はオーバン結構言うからオーバンだね。あー女がってるこれ女がってるこれ、ねえわ、女いんだこいつ。ひでえっすね、動揺したな。知った知った。それ何するんですよそれ。おお。じゃあ一回俺もタバコ吸うぜ。タバコ。食うんだ。なんだその前。なんだ。座ってるっす。そうそう行くだ。行くんだ行くんだ。こいつ何？何すんのこいつ。本当緊張面白いですよ。そのサバゲー。もう嘘ついてるから。はい、来た。面白くないよ。面白くない。その、くるまってるやつ。くるまって上着たってこと？貸してみるんじゃん。ちゃんと。俺が？それよ。普通、何もなかったら、はい、どうぞって言うけど、呼んどやぶくべ、やぶくべ、お前やぶやねんぜ。普通だったら、はい、わかりました、はい、見ていいよって。で、私から、うん、お前その、なんか、そばだって呼んど。なんで？おかしいで、ほら。いや、何がおかしいよな。おかしくねえもんね。お前、さっきのレモンさんなんかしたんだよな、お前。行くな、お前、行くよ。何か話したっけ。いや、何か話したっけっすか。お前、トシキがぐるって言ったよ。聞いた、聞こえた、聞こえたっけ。いや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 、来た来た、やめろって、そういうの、お前のは。やめろって。はい、なんだ、はい、レディーファイト。どういうこと。いや、どういうことこれ。なんで。はい、今日の企画はドッキリクリオつってこないドッキリでした。お互いのビビり具合を検証してました。何すか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 何